皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、8月の30日15時23分、僕らの労働力ということで、一応まあ他の YouTube とか見てない方もいらっしゃるかもしれないので、まあもともと僕は阪神・淡路大震災の被災者で、ちょっとだけ説明させていただきますね。神戸市兵庫生まれだったんです。東山町4丁目16-18、東山高校604分譲マンションです。だからもう結論から言うと、建物が全壊になった時、その家賃の方が良かったのかもう分かんなくなるでしょこの話で。本筋の方の話いきますね。僕らの労働力の方、阪神・淡路大震災の 前に株式会社神戸ワインという会社が、行政からの認めで、要するに議員さんたちの認めで、神戸市立ホテルフルーツラパークを作りましたと。その阪神・淡路大震災がありましたと。で、元がね、299億何千万最初から返済できないんですよ、そんな金額ね。固定資産税、法人税あるでしょ、民間の株式会社公務員に回してきて、で、そのレストランとか披露宴とかのね、宴会場とかを新栄フーズっていう神戸市内の小さなホテルとか、レストランだとか、そういったところを運営している会社に押し付けてきて、で、そこから最初人材派遣、阪神・淡路大震災後なんですけども、人材派遣会社にさらに押し付けてきたと。すごい賃金叩きが始まったと。ちょっと腕まくりしますね。もう自然とこうなります。気合が入り始めた。僕、神戸市立ホテルフルーツラパークの、そのレストランカトレアだとか、その披露宴とか宴会を行うところね、そういうふうなバンケットとかでも働いていましたし、バーベキューコーナーとかでも働いていました。他の場所でも働いています。他のホテルっていう意味でもあるし、そのフルーツラパーク内なんで、もう僕も名称分からなくなる時あるんですよ。もうワイン館だったかな、ワイン場は西区の方にあるんですよ。ホテルはね、時計台がどうこうとか、ちょっとね、ホテルフロントっていう、あんまり言い過ぎると、ワイン場の離れて、ワイン場って言いたいかな、あの辺のところにもさ、ガラケとかそういうの、ゴールデンウィークの時本筋戻りますよ。あそこで働いたことのある人だったら分かると思うんですけども、僕初日人材派遣会社からバーベキューコーナー行った時どうだったかって言ったら、 B テラスと C テラス一人で担当して満員。本当だから、阪神・淡路大震災の後だったでしょう。で、しっかりと国がいろんな部分で、ね、対応するっていう話がなかなか最初出なかった。当たり前ですよ、神戸市役所が全壊だったんですか。中間の風呂がぐしゃーってなって、潰れてるんですよ。だから朝5時47分発生で、正直誰かその時間帯出勤していましたっていうの、本当にあるっちゃあるんですよ、本当に。だから兵庫区の兵庫警察署、そこも全壊してるんですよ。で、分かんない、本当のニュースにしてもらわなかったら、そこで一応その警察官の方、その出勤されてた警察官ね、警察署は24時間開けてる、誰か人がいなきゃならない、それぐらいは皆さん分かりますよね。で、やっぱりぐしゃってなってるから、生き残った話とかになってますけど、それ本当の方ですかっていう、ちょっとね、疑問とかはあるんですけど、その労働力の話戻しますよ。これ
ホテル、他のホテルとかでも最終的に本当にお客さんが少ない時とかね、売り上げがもうなくなってきたらどうするかって言ったら、僕らがしてたことって、まあそのあんまりこれ言っていいのかどうかわかんないんですけども、それもともと最初から無理やわっていう結論もある程度出てるんですけども、披露宴を行いながら宴会を両方同じスタッフで回してた、同じ時間帯あれしたら、この料理どっちだったっけって一瞬なるなる、ほんとちゃんと頭の気合い入れて、ほんとこれはこれこれこれ、次この料理が来た絶対こっちの宴会場、この料理が来たこの披露宴のやつって、絶対頭の中で整理整頓つけてなかったら走り回ってるから、行き上がってきたら基本的に人間だんだん頭回らなくなるから、ほんとなん結構してるあれをいきなり新人さん混ぜたら新人さん僕はここの仕事無理だと思いますやめちゃうから毎日こうじゃないからって面接にみんな気合い入れて履歴書を書いてきた、一応気合い入れて頑張ってた時期あるの話で、本当もう最初はもう初歩はもうそういうところから、本当になんか精神論っぽくなりますけども、僕のホームページ淡井圭介の履歴って言うんですけども、そこのホームページから僕の欄見てもらったら分かる通り、あの量を全部覚えろって言われても無理でしょ、正直自分でもどこで何を言ったか大体でぐらいしかわからないで、ある程度目次のところで分けてます。20番台ぐらいのところが大体経済とか、ある程度目次見てもらったら分かるようにはしてるんですけども、実際経済原理ってそういうものですよ。で僕本当に人材派遣会社だったでしょ、でバーベキューコーナー行くでしょ、で夕方から披露宴とか宴会とかレストランカトレアのディナーとか、わかります？僕は言いたいこと、残業ってやってなかったそれだけで大問題。ちゃんと本で出版されてるんですけども、ちゃんとそういったところ、そういった時はちゃんと一日のね、残業手当出るからっていうことを書いてるんですけども、もともと神戸市立ホテルフルーツらば行政が作ってるでしょ、行政が作っていて、市から出張してきていた公務員の人たち、神戸市役所から、まあ、数人はいらっしゃったんですね。でもちろんその人たちも現場投入ですけどなかなかバーベキューコーナー配属されて桐谷課長結構いいからしてたあそこ行ったずーっとテーブル拭いて鉄板の交換、これを延々として洗浄室行ったら、あれはね、バーベキューコーナーの鉄板っていうのは手で洗ってるんじゃないんですよ。それしたらもう追いつかないから、高圧洗浄機、お湯で高圧 の水を放出して、洗浄機で洗ってるんですけども、あれは途中で開けたらちゃんと止まる仕組みになってます。それ全然止まってくれないんだったら、従業員の人たちに向かって今言ってるんですよ。全然止まってくれなさそうだったら、そろっと開けてみて、もう本当は自動で止まるから、本当は自動で止まるんだけども、本当に急いでる時、あれちょっとだけ開けたら一応緊急停止で止まるから、もうそれで本当はもうこれぐらいで洗えてるはずとか、あんまり汚れてないってパン見たらわかるから、僕もそのまま使ってた。本当は一人で2台とも扱ってる人いるから、本当に僕もしてみたことはない。ただバーベキュープラザはもう開けてないと思うけども、あそこのあの大きな鉄板に関してはあれは一人で2台洗わなきゃならない、枚数入らないから、拭いて新しく油を塗ってね、焦げないように先に事前に油塗っておかないと忘れるでしょ人間、あんだけ鉄板並べる、どれが油塗って、どれが油塗って、なんかもう拭き上げた段階でもう絶対先に油塗っときって、そういうことになるから
一応お客さんが買った時のパックの中に、そのもともとね、牛肉にちょっと脂肪ついてたりするでしょ。あの辺をうまく活用したり、そのこうサイコロ型の、ああいうもの、あれで油を塗ってもらったりとかね。まあ、錆止めでもあるんですよ、もともと油って。だから金属はね、純鉄ではないんですよ、バーベキュー炉なんて。だからね、あんまり乱暴な扱いしてると割れるっちゃ割れるんですよ。ほんとほんと、何回も何回もです。金属疲労って言って、だんだん金属にダメージが蓄積されて、いずれ割れるんですよ。あんまり乱暴に扱うなって言っても、あれ重たいから とりあえずね、4名掛けと6名掛けなんですよ、僕ら従業員の間で言わせてもらうと。フライパン2つ、もうフライパンでいいでしょ。あんまり言い始めたら鍋とかそういう結論になるから、鍋って言われたって バーベキューコーナーフライパンでしょ ってなるでしょ、一般人の人の感覚。僕らも全員 結論鍋やわ いうことになったから鉄板2つ置いてるところが6名掛けから8名掛けで、その隣が4名掛け、あそこに4名掛け 6人は本当は無理だから。ゴールデンウィーク、昔は状況違うかったから お客さんがもうそこでいいですって言ってくれた方たちは、どうぞどうぞ、申し訳ございませんね 言いながら、本当、本当、絶対狭いから乱暴に扱うなって言っても、ある程度重たいから、こう重ねていくときに、もう自分たちがもうだんだん息上がってきてね 腕とかも、足腰とかもしんどくなってきて で、台車あるでしょ、あれ100枚以上乗せてたでしょ、確か。あれ一応1人で僕らの時は押してたんですよ。で、バーベキュープラザのちょっとした坂あるでしょ、あれちゃんと体出来上がってる人間は押さなかった、1人で行く時ですよ。わ かるでしょ、そこで力尽きられたら。もうどんなに押してても、その人が台車に引かれるから周りお客さんも巻き込まれてあかんから、本当に。まあ、A テラス B テラスの方もちょっとした下りもあるし、あれは運ぶ時にお客様に大きな声で「台車が通ります」って言っとかなかったら、目の前とかに後ろから台車が来てるって分からなかったり、あれ本当は従業員の後ろから本当は後ろに行こうとしながら、ゆっくりこう下っていってる方だから、踏ん張って、本当の話。一応止めれるのは止めれると思いますよ、体出来上がってる人だったらね。出来上がってない人だったらその方も止まらないから、本当は。バーベキューコーナーに関しては、まあ桐谷課長はその部長になって、その局長になったかどうかは僕の方ではもう分からないです。テレビで、桐谷部長として湾岸線の開通でテープカットしたんですけども、多分後からは僕が、桐谷課長のせいじゃないと思いますよ、議会のせいだと思いますよ、国土交通省がね。本当のこと言うと神戸市議会か兵庫県議会、兵庫県議会で、自分から選挙出たんでしょっていう話になるから これが三権分立の法廷に出された時の議員さんたちで、まあ、1ヶ月のその時の売り上げですよ。その阪神・淡路大震災があったから、その新神戸オリエンタルホテルとか、あの辺りのホテルとか、あんまり売り上げなかったのと、あと行政通しての、学校とか通しての誘致で、阪神、修学旅行あるんだったら、もう一回こうフルーツ・ラ・パークに泊まって、阪神・淡路大震災現場見に行った方がええと、本当にあったからって。で、どんな状況かっていうのを自分たち見たら分かるっていうことで、団体のお客様、それはもう会社にも通して言いましたね、会社関係大きな会社、本当に現場見に行った方がええって。それ見に行ったら、戻ってきてからアルコール類飲む気なくなるからって ほんとほんと。で、そこにエネルギーの残存量問題、ちょっとだけ僕フルーツやパークでいろんな人たちの前で、別に先生でもないけども 言ってた時ありました 頑張って ホテルの方でもバーベキューコーナーでも
その頃二十歳ぐらいで、でフルーツラパークって花でしょメイン、まあ一応、ホテル温泉だけども、温泉で宿泊しに来て冬場に花見に行く人いると思いますの話で、皆さん分かるでしょ、一応スケートリンクとか作ってますけども、それでは宿泊まではなかなか行かへんわってみんなそうなるでしょ。これが本当の話だったから、週は株式会社まで連れて行かれたっていうでええわっていう話になっていて、あの六法全書持って行ってね、あのいろいろ説明したんですよ。でフルーツラパークも冬場仕事がないと、で冬場は週は株式会社は仕事があると、これで正社員雇用をなんとかできるんちゃいますかっていう話で、だからスマ店の人とかが通うも無理だと思いますよ。で西神戸店はどちらかというと神戸ワイン場の方西区にあるからっていう、だからまあ、結局ミイラ取りがミイラちょっと違うんですけどね、世直しみんながしっかりと正社員雇用のっていう話だったんですけど、結局ね債権放棄してもらったのが確か僕が辞めてからだったと思いますけども、正直焼け石に水だと思いますよ。エネルギーの残存量問題とかもあったから、一応ゲート有料で大人1000円子供500円でしなかったら法人税 22% から 3% をそれを会社が納めて国へ、なんとか固定資産税も納めてたかどうかもう聞いてみなきゃ分かんないですね、その当時の社長の金井健一さんに。金井健一郎だったかもしれないですね。だからもう会社の登記簿を置いてなかったら、いやもうまあ会社の登記簿もだんだん色変色してきたりするから、紙だから長年置いていると、まあ固定さんでも僕がいな一旦大阪ヒルトンホテルとかに働きに行ったりとか、2000年淡路花博で淡路 UM 舞台とかウエスティンとかに働き、ウエスティンホテルとかに働きに行った時、またフルーツラーパーク昭和株式会社で働いてフルーツラーパークに戻ってきて2001年ぐらいですね、レストランカトレアで店長してたの、もうその頃から宿泊客、それはゴールデンウィークとかお客さん来ますよ。だけども肝心要の平日の方が日数多いでしょだから土日祝日と夏休みだけではで、やっぱりそうなるから経済原因ありますから、だからね宿泊客が少ない時に、お客様の数が少ない時に朝から早朝出勤、6時から出勤して和食と洋食で料理作って自分で並べて、それを7時半オープンなんですけども、朝の1時間半でするんですよまあ40名ぐらいまでなら1人でできるっていう状況ですね。これが僕らの労働力、昭和株式会社の労働力、もう一回言っときましょうかほとんどその当時の人間はみんな1万リットル現場で1人で経験しています。販売年末の時とかほぼ全員だったと思いますよ。で、まあ、2年目からは2回目の給油ね、送りなしで自分で給油に帰ってこなきゃなんないとか、そういういろいろ変なルールがあるんですけど、それ遠いところの地域巡回してる人それ絶対無理だから、西宮ラジオとかのこと北神戸店から給油に帰るに大体50分ぐらい片道、まあ大体でいいです。あの当時一応道混んでたから176号線とか、本当いろんな状況がありまして、阪神淡路大震災の影響とかね、いろいろあって、で給油するでしょ、タンクローリーに灯油積む時に、そこでね
同じ時間帯に帰ってくる人たちがいたら大変なことになるんですよ。だからみんな無線で何時に、何時着で急に帰りますとか言うんですけども、まあ、人間だからね、まあ、ある程度は許せますよ。だけどもあんまり何十本も時間帯ずれて同じ時間帯に帰ってこられたら待っとかなきゃならないでしょ。その人が積み終わるまでだいたい15分ぐらい、だいたい完全に空になってる人とそうじゃないと、完全に空まで行くと今度現場で灯油出てこなくなるから、エアーがかむって僕らは言ってたんですけども、重力でね、基本的に灯油を中に入れてるんですけども、一応モーターがあるんですけども、重力で基本的に灯油のその給油ノズルをね、レバーを引いたら灯油が出てきてるのであって、間で空気だけになっちゃうとその灯油がなかなか出にくくなるから、ちょっとだけ残しておいて、まあまあ安全なラインでいったら100リットルぐらいは残しておいて給油に帰ってくるぐらいの感覚の方がいいんですよ。そうなんじゃなかったら余計にメーターとか回って入金するとき自分のお金入金金に吸い取られる、本当にそれあるから、ちょっとね、この間話他の動画でできなかったんですけども、唐戸台っていうコースがあって、神戸市北区の唐戸台と唐戸町の一部を回るんですけども、巡回するんですけども、まあまあ有馬口のあたりからね、唐戸台駅と新鉄六甲の間までの、そのね、集合住宅がいっぱい並んでるところで、あそこまでにしてるのは、あそこの道路から向こうまで行けないのと、その当時吉井さんっていう人が、あの人一人だけ違うんですよ。年末の日曜日だけ回るようになってたんですね、その時の唐戸台ってね。三木市の方は週2回とか3回とか回ってるとこ、回ってた1日約1万4000リットル売ってくる。その人も覚悟を決めて、日曜日の前の日のね、土曜日は絶対休みにしといて、その次日曜日の次の日の月曜日も休みにしてるんです。そうせんかったら1日でもう体もえらいことになることぐらい分かるでしょ。1万4000リットル、僕も そこまでは絶対したくないって。だって僕も年末だから早めに出勤しようとするでしょ。早めにもう事務所出たいからちゃんと灯油券とか持ってそれ持っていくもん。もう一回事務所戻らなきゃなんなく、現場で自分で忘れ物なんかしたら追い込まれるって。いや、話も吉井さんの話もあります。もう僕家6時台に家出て、早めにその着いてからすぐ出発できるようにいろんなものをタンクローブに積み込んだりするから、その売り上げというかね、巡回してる地域の何リッター売れたとか書き込む表とかあるんですよ。まさか忘れたでは済まされないから、現場着いてからもう一回戻らなきゃな。吉井さんの話はそんな、おかしい。北神戸で登っていく、大郷の方から、もうマニアックな話でごめんなさいね。山登っていくとき、吉井さんがもう、まさに7時の時間帯に、タンクローに下っていって、おかしいって、あの人現場何時から回るつもり。住民の人、本人が言うには、吉井さんが言うには、イエローモンキーの吉井さんじゃないですよ、音楽関係のバンド、違いますから、全然違う人だから一応これ言っとかないと芸能界その勘違いするじゃあ野球のって違う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 、そういう人たちじゃない、そういう人じゃない、一般の吉井さんっていうことね
もう吉井っていう要素ものすごくいっぱい僕もフルネームはもう覚えてないで、まあその人が言うにはもう最初からお客さんにもうだいぶ前から言ってあるって、もう朝の7時ぐらいからどういう感出しといてホームタンクの家はこっちからピンポンするかあんまりホームタンクの家ないんです。ホームタンクっていうのは家の横にね、タンクが置いてあって、そこに灯油を入れて、でお客様はその灯油を使って、暖房器具を、動かすと、まあ、場所によっては湯沸かし器とかでも使われていますね。その都市ガスっていうものがね、大都会に住んでる人口密集地帯、特に大阪とか東京とか愛知県福岡、ああいう風なところ、まあ、札幌もそうかもしれませんけども、都市ガスって港からね本当に山の上まで全部つないでいけると思います？自分でそれしようとしてできると思いますっていう話で皆さん納得していただけると思うんですけども、ある程度のところから神戸市もね、都市ガスないところはないですから本当に老朽化とかもあるから、あんまり人口密集してないところでそんなことしたら余計あとでまた地面を掘り起こして交換整理しなきゃならなくなるから、ある程度そこは効率性を用いてるんですね。で、いやその人ね、その吉井さんで、ね、西脇市で1万リットル出してくれる人だったから2回給油、え自分で行ったってって吉井さんの言ってること本当ですかって、これ笑いながら言ってませんよ現場でみんな驚くから、西脇まで2回給油自分でって、自分で行って帰ってきたり送りもらってへんのって、そのタンクローリーで、ね、送ってもらうっていう方法それせんかったら物理的に時間的にって、あの人ならで、その唐戸台っていうコースがちょっと北神戸店で、明らかにその1日だけとして見ると別格で、ベースがね、まあ、これもう秀和株式会社とかああいう灯油の巡回販売経験した人しかわからないと思うんですけども、その当時ですよ、もう今絶対 それだけじゃないですよ、今多分半分以下だと思いますよ。その当時ベースがね160を超えてるんですよ、160キロリットル、半年間の1キロリットル1000リットル唐戸町だけ新鉄六甲の駅の近く、唐戸町までそこに入れた、当時ですよ、当時入れた、ベース180は絶対超えるんちゃう、基本値の方のベースですよ、基地じゃないですよ、あの英語も意味いるんだ、そんな怖いと誰が回る唐戸町の団地のところも、あそこ甘く見てたらダメだから、あれね、タンクローリーね4000リットルの4キロ車は平ボテで、車高を低くして横に広げてるんですよ、その方が安定感があるから、横転事故とか少なくなるから、そこね道が細いから丸込んでいかなきゃならないんですよ、丸いタンクローリー、あれ重心が上に来てるから結構危ないんですよ。でその代わり車体の横幅はちょっとだけ狭いんです、ほんのちょっとでの違いですよ本当に。だけどそれで入れる入れないが出てくるから、4キロ車じゃあそこ入られない入れないっていうところと、だから 3.6 で行くしかない、3600リッターのねタンクローリーで行くしかないの話になるんですけども、そこもねバックして入っていくときに、あと鉄板が浮いてるところも気をつけなかったら、特に雨の日絶対空転するから、タイヤギュルギュルって滑るから、鉄板の上なんかグリップ力ないないない、無理無理無理で、雪降った時とかはまあ巡回業者を経験されてる方とか、今現役で頑張ってらっしゃる方とか、あと
まあ電話注文でね、ガソリンスタンドからの配達の方もそうなんですけども、雪降った時ね、どの辺あたりがドブだったか、まあ側溝でもいいですよ、側溝っていう言い方するんですよ、横の溝、そういう言い方もあります、あります本当に。で、まあ、盛ん屋の人だったら分かるかもしれない、意味間違えちょっと話したらいいからやめときます僕もちょっとこいつ今ちょっと電波で聞こえてきてるこっちも食いついて面白い話を言ってしまう時あるから、もう十分笑ってるけど、笑い話みたいになってるけども、もう皆さん笑ってもらったらいいですよ、昔の話ある程度はね、その数字最初から無理やろうぐらい、大体の人はもうそんな超人の話されて、俺らもそんな話付き合いきれんまで自主防衛した方がいいと思います。その1万4000リットルの話で1日の売り上げだから、もうね、あの辺もバックで入っていく時、ぶつけたらぶつけたで器物損壊になるでしょう大したお金も支払いがないのに会社かもう怖い怖いの話になるんですけども、慌てすぎていてもバックするときあんまり焦っちゃダメですよ、ちょっとゆとりを持ってね、早め早めに、時間があるからその終われるのであって、ちょっと早め早めにもう入っていってお客さんに何時にはもう投与感出しといてくださいねって、まあ、多分その時間帯よりちょっと遅れてくるかもしれませんけどもみたいな形でお客様にあらかじめ言っておくと、曜日とか変えたりしたら、お客様の方が時間とか変わったら分からなくなるんですよ、あれ前夕方に来てたのに朝だけになったのとか。だから三木市の方のね、週3回回ってた富士見川富士山見るの方です死なない富士見じゃないですよもうどちらの意味からも言う、そんなところか富士山見えない無理無理無理40富士見ヶ丘っていう地名いろんなところにありますからこんなところまで富士見ヶ丘って道理で各市とか市の名前ね、何々市の三木市の富士見、あちょっと待ってください、富士見ヶ丘神戸市だったかもしれない、そう、緑ヶ丘西と東とか青山は間違いなく三木市ですね、もうね、もう僕もね、小野の方まで代わりに年末の日に交通事故、同じ従業員の新人の子だったかな、僕もその時新人だったんですけども、通勤か何かで事故をして、次の日出勤できなくなったんですけども、淡井さん代わりに出てもらえますかって電話かかってきて、店長に出ませんよって正直思うんですけど、店長は何って言ってるって、電話に出ません電話に出てくれないんですよまさかその時の店長警察か、そうってで僕年末13連勤本当もう7期入りますよ、小野市はねまだ年末そこはね週2回とか回っていて、6000何百リットルとかだったんですね緑ヶ丘の木曜日の方は、その当時木曜日と土曜日回ってたんですけど、木曜日の方はね、1万リットル突破します、その時僕緑ヶ丘西回ってたんですけども、東回ってた吉井さんもうこれ無理やって思って僕は僕の方でも1万リットル売ってるんですよ、最終的に吉井さんの方であの大通り挟んで、そこは緑ヶ丘東の方のエリアの方の青山町なんです、大通りで分けるとね、大通りの信号待ちも僕らにしたら急いでるんですよ、年末の時特に
あかん、もう赤信号で捕まったってなるから、止まってますよちゃんとちゃんと捕まってるちゃんと止まってる吉井さん、すみません向こう食べに行ってもらえません売り上げになるか事前にね、吉井さんも言ってたんですよ、淡い君、そういうことあるかもしれないからあらかじめに言っといてねってこっちももう一回、例えば夜の20時超えて電話かかってこられて、それからどっこみに現場戻ってきて、そんな俺も無理やから、当たり前のトーク、当たり前の会話まあ僕は助けてもらったもんね、それでも一番いい緑が丘西とあの道路を挟んで、あの青山町込みですよ、青山町は分けてたんですよ昔ね、もっと昔は、昔のその記録見たことあるんですよ、青山は青山っていうコースがあったんですよ、そこもその当時10キロ一体いくらで売ってたんですか無茶しすぎや、やっぱり値段変わったら、あの比較話起きるから、最初からあんまりそのおかしい昔は 3K っていうのは汚い、きつい、危険、これきついと、危険と、まあ、汚いっていう部分は正直手にあの軍手とかゴム付きの軍手じゃないとダメですよ、あの滑るから本当に危ないから、本当にその仕事だけはゴム付きの手袋でいいから、本当にそこ迷ったらあかんから、本当にあのエコロジー考えすぎてね、本当にまあそこそこ迷ったらあかんで、絶対安全の方が優先っていうことで、ごめんなさい、何言おうとしてたのかもしれない、いやね、だからその指がね、結局灯油がだんだん染み込んでくるから、結構皮膚の間とかにあの入って、あの結構黒くなるんですよ、それはそれで灯油の方でもね、で洗ったりしても限界があるから、その指のひび割れとかで、でまあ、4月の半ばぐらいになったらだいぶんって綺麗になってますよ、お風呂で何回も体洗ったりするでしょだいたいそういう方向ね、これ多分 3K 揃ってるでしょ、賃金よくてよかったはずなのに、そんなことしたら誰も仕事も出勤してくれなくなりますよって、面接っていう話になるし、もうね、僕が2005年にもう一回戻った時に、その2000年から2001年、2001年から2002年の冬場に働いてね、2005年から2006年に戻った時に、もうツツジヶ丘、南も北も、まあ、その2001年2002年ぐらいの頃にツツジヶ丘、南ツツジヶ丘北っていうところを三田市にあるんですけども、そういうコースを作ってたんですよ、でもともとあんまり売れてなかったんですよ、で2005年になったらどうなってたかって、もうマックスが最大値が1日の最大売上げ2800リットル大赤字やじゃあもうあの新人の人とか、もう11月上旬には絶対現場に絶対行かさなきゃなんないから、道覚えるのもう3回ぐらい言っときます。まあ日ごとに違うところ行くからね、皆さんあの地図そんなにいろんなとこ行ったことあります？若い人でいないでしょ道現場遅れた、出遅れたそれだけ途中まで、そうなんなんかありえないからで、いやもうあんまり田舎の方の話これあんまりし始めるとね、それはそれで
働きに来てくれる人がでも分かりやすい地名回ってくれるでええわっていう話もあるからそれ言うときますけども、例えばね山本さんの家の隣に山本さんなんですよ。でパンチ見たら隣が例えですよ3400何十番台で隣が2000何百番台で全然番号横で続きじゃないんですよ。それ電話かかってきたと山本さんは山本さんの集落、山田さんは山田さんの集落ってあるから、本当に田舎の何十軒も本当にあるから、本当にこれ電話かかってきて僕らは正直探せませんけども、あの相手にね周りにまず何か目印になるような建物学校とか何かありますって、まずそこから本当にじゃ家の前に問いかんだしといてもらいます。大体のところで多分この辺のことを言ってるんだろうなって、それなかったら僕ら無理だから、本当は地名言われて田舎の郵便局の人、そうそう人変えたら配達する方の人絶対無理だから、本当に同じ人じゃないと務まらない本当に。郵政民営化余裕ないない、経済原理あるってちゃんと頭でここで覚えて、分かってるあの山本さんはあそこって3000何番だよってそういう人じゃないと思う記憶力全部もう年末までなってね、地図見てる人なんか絶対無理ですから、その仕事売り上げなかったらなかったで、もう僕は2005年から6年に戻った時に辻が丘と辻が丘南、2006年から2007年の時にもう合併しましたからそれぐらいもう一人で回りますから、多少広くなっても、って広くなったら運転する時間増えるでしょどんどん売り上げ的に追い込まれる。ある程度のところは辻が丘南と北をメインにして、あと大川瀬ダム、大川瀬ダム、まあそういうふうな名称のダムがすぐ近くにあるんですけども、その隣のところとかね、あの辺を回ったのと、その愛の台っていうところが、もう愛の台の話混ぜられたらもうややこしいでしょ、中そこ場所行ったのと。ごめんなさいね、本当神戸市と三田市で全然有野台と愛の台全然違うからその辺回って、あと四つ辻とか、あの三田市の港川短期大学、どうせ淡井圭介の話でどうせ作ったんじゃないんですか、そこの大学って。本当に無理だから、もういらないいらない、ごめんなさい、あの図は看護師とか大学いらないから、本当自分で介護したら分かるってって病院なぜベッドを置いてるか知ってます？なぜ布団かどうかみんな疑問持った方がいいですよ。畳敷いてね、布団にしておけばベッドから落ちる人いないでしょ。たまにベッドでいるんですよ、病院の総合病院とかでご老体の方で病あのベッドから落ちてしまって、あの骨折した私の母です。あれね、女性がスカート履いてるからなんですよ、本当に。だから女性は全員ズボンしっかり履いときなさいよ、走り回らなきゃなんないんだから、何そういう気満々でいるの。でベッド費用余計かかってるって言って、布団にしておけば大丈夫だって言って、同じだってシーツ交換しなきゃならないか、多分家事をしたことない人が余計な意見を言ったか、もうスカートの話だと思いますよ。もしかしていちいちしゃがんだりするその屈伸がしんどいから社会出てこなくていい、無理だ、そんなとそこもうそう立って座ってさえ無理な人間、仕事無理だから本当に公務員の人でもいつから立ち上がるちゃんと窓口自分の方が来るから読んだそんなにないから、その総合病院とかでいちいちその座って立って座って、それいちいち本当は200回ぐらいしなかったら運動不足になるよ、本当は。働きながらで太らなくなれるかちょうどいいぐらいなんですよ、それで。わかります本当に皆さん
僕らの労働力と、これ医療業界の話、302の3、あ、ホームページ、粟井圭介の歴のね、302番の精神病院についてと、もう警察官も悪いの話になってくるから、本当はもう警察官も分かってるから。ちゃんと粟井圭介が歩いた警察官は、もう笑顔で、昔からってちゃんと言ってくれるから、僕が歩いてた周りパトカーと、昔から暴力団と全面衝突でいいですよ、もう僕も追い込まれてるから、暴力団に 戦うか、元政治家とかで暴力団員だった人間、そんな人知ってるから、もうこっち側も この調子で死刑判決、狙いに行くから、最終的には裁判官のご判断、それぐらいは分かっています、法律でそうなってますから。まあそれもね、ニュースがね、どこまでどういうふうなことを言っていて、まあその人たちがね、どういうふうな事情があったかぐらいは一応裁判所で聞きます。それしなかったら、世の中今後こうしましょう、ああしましょうの改善の話につながらないんですよ。だから、各自いろんなことを言うと思いますけども、もうベッドの理由も、もう僕がもう結論今出してるでしょ。そこで抵抗したらどうなるか分かります、法廷で。大抵僕に呼び出された被告席に座った人全員ほぼ無言です、今までの席。まあね、なかなか死刑判決はないんですよ。まあこれは本当の話だから、別にそれあえて脅してるわけでもないし、その死刑判決がなかなかない話で、この人、裁判で相手を脅してるとか、そういうことじゃないから、本当に実例を言わなかったら、歯止め効かないでしょ。現に効いてないから、アダルトコーナーとか置いてるレンタルショップ。で、セブンイレブンの場合は CCC、カルチェア。ね、エロ雑誌置いたらもう終わり。そこの国の CCC、カルチェア。アルノーさん、僕のこと知ってるけども、ちょっとアルノーさんに聞きましょうか。それとも、マクロンさんの方がいい、大統領、誰が一番偉いのか分かってる、その国の代表って、僕と同い年でマクロンさん。いろいろ言った、新聞の記事でマクロンさんがこうしてるところもあるから。マクロンさんが動きやすい方法は、その CCC、カルチアとか、多分フランスのメーカーだと思います。もしかしたらイタリアかもしれない。国際司法裁判所で、粟井圭介さんがもう現場を抑えましたって、差し押さえ、みんなで。ね、お金の流れ、真面目に働いてきた人にお金の流れが来るよ。言ってるって、精神病院に入れられた、それがどうしたの？それで粟井圭介の言ってること聞いてたら分かるでしょ、どちらもまともか。多分こっちは弁護士だし、裁判勝手って、これが上の方の世界、本当に。違う違う、もう本当のことをどん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 、YouTube とかでアップロードする方、そしたらもうみんな誰も何にも言えなくなってくる。あの人の前で笑ってもあかん、誤解されるわって、あかんわ、うちの会社も、あかんわ、甘井さんのところに喧嘩売りに行ってたやつ雇ってしまうとだわって、国会議員の人で、これ笑いながらじゃないですよ、大真面目な顔で、バレてもうたーって言ってる人、本当に、かも、僕の、笑うなっていう、差し押さえられ。じゃあこれは本当の話だから、だから2016年安倍政権の時に 分かってるって。日本の総理ね、歴代の総理みんな粟井圭介がもう君側でいいっていうことを言ってくれてるから、あの大声で国会で叫んでる野田さんもそう、鳩山由紀夫さんもそう、安倍さんもそうね、菅さんもそうで、麻生太郎さんもそう、麻生太郎さんの記者団の人たちの前でどれだけ優しい言葉を言ってくれたか。僕はね、もし国会議員になった時のことを考えたりとか、国会招致とかのこととかでね、下手に召喚したら、僕はそこで本当のこと全部言うから、召喚中にやられる話、ごめんなさい、麻生太郎さんのような話、ファイナルワンたち、召喚獣と最初戦わされたでしょ。
下手に召喚じゃあこれ法律あるんです、召喚っていうのが国会の方に呼び出す方ね。で召喚されたでちゃんと出て行ってあの証言することで、本当はねあの犯人だと思って召喚したら自分たちの悪者でした。デューオーバーム バームあれもうファイナルファンタジー7くらいからだったでしょ、バファムートカイトかなんかバームートシリーズその前スクエアさんの頃に、まあ、スクエアとエニックさん合併する前だったと思うんですけど、バハムート戦記ってスクエアエニックさんよく分かってらっしゃいますってそういうことになる僕からの呼びかけで任天堂、僕の提案でね、あの最初からテレビにつなげれて持ち運びもできて、で画面でも見れて、ね、この3拍子揃ったものをこれ販売しましょうね、ソフトメーカーは皆さんもう分かってるでしょって昔からの話、もうみんな任天堂さんの方についてきてくださいよって思う平気で何年も連続何十億円も赤字怖い怖い、金利つく銀行から借りた銀行に差し押さえられ紙くず同然に銀行のその株持ったところとか証券会社任天堂で稼げっていう話自社の社員生かすしかそんな株も誰も買わへんわ、何年も連続で何十億も赤字出してる株買うわけないやろみんな最初は家のローンと年金かけとく方が先やって、株買う余裕なんかもともとみんなない、第二次世界大戦があったことぐらい分かってるだろう君だって、で国会で強い国会議員の人は上が大臣だろうが何だろうが言う人は言いますから、本当の生活君は知ってるだろうってはあ任天堂さんからの支払い1円もない、もう高等裁判所もう地裁からそこじこあの人わざとしてるんちゃうか、違う違う、期限迫ってくるから法律に求められてくるから、その時昔はもう法律面のちゃんと裁判所の裁判官が言ってるから、あのそれは我々の仕事ですっていうことで、法律名どうせ裁判官がチェックするんだから法律そんなことあんまりそれ言うと我々もしっかりとしたお給料をもらう資格なくなっちゃうんでって、これが裁判官の本音なんです。で、僕もね、六法全書それかなりの、あもうこの辺はもう絶対こうっていうので読んでいっても3日はかかるんですよ、六法全書全部ね読んで、で自分のいろんな書いてきた文章だからもう法律一覧表でもういいでしょって、ここまで書いてまだいりますにやっぱりなるんですよ最終的に。おかしいな、もう裁判官が言ったのにっていう話なんですよ。国家賠償法とか一応もうこの間も持っていきましたけども、今度即時抗告した裁判所の方へ、で、そこの民事部のスキンヘッドの人はシャープエンジニアリング何年の頃に一緒に働きに来てくれてましたけども、もう正直に言っときますよって、現場は一人で回るものだから、基本的に最初とちょっとだけ正社員の人と一緒に回って仕事を覚えるんですけども、
そこから先はその時の僕のされた契約ね 途中から時間給に変えてあげようかっていう話もあったんですけども、なんかだんだん話聞いていて、いろんな話、もうそう、その人も昭和のもともと会社の話とかされた、だんだんわけわかんなくなるから これでいい？みたいな話で、もういくらでも本当のことだったら言ってくれていいからで あのね、一見修理できたら5000円、ただし自家用車、通勤、交通費ない これ修理できなかった時の辛さ分かります？ いきなりほとんどぶっつけ本番みたいな形 ごめんなさい、危険な言葉使っちゃった。今さっき自分の左手の親指痛くなってた。これが本当、危険な話、言葉使わない方がいい。ほんと、現場に 修理できませんでしただったら、交通費だけになっちゃう。自分で出して お昼ご飯で めっちゃめちゃ、その真面目に全力で取り組みますよ なんならもう洗濯機修理した時なんか、もう動かしたケースの時のね、洗濯機なんか、もう僕はもう自分から率先して、自分の家の、ウエス、いらなくなったシャツとか着たものでね、ある程度、まあ、タオルとか、吸水力の良いものね、それをちょっと濡らして、ほこり溜まってるでしょ？みんななかなか正直洗濯機持ち上げて、下掃除なんかしないじゃないですか。だから、掃除してあげて、また置いてあげて、ご老体の家とかね。だからそういう、お客さんから、あいかん、お客さんからこういう電話かかってきたわって、掃除までしてくれたって言ってるわって、どれくらいしたんって心配そうに聞いてきて あんまりそこまでちゃん、シューはかもしれない。シューはホームサービスっていう部門があって、家の掃除とかもあったから いろんな意味 この人修理しない 家の中掃除して、今度は別で新和株式会社がお金もらってるのかな、方向でも多分聞かれたんだと思いますよ。違う、次の2件目の修理の時間が、お客様と時間の指定、全力で早く修理して次行かなきゃな ですぐ近くに駐車場あったの見落として、家の前に、お客様の家の前に止めていて、僕駐禁でお金 罰金刑 エアコンの修理中 そんな早い 無理やから、でもちゃんと会社の名前、正直入ってる車だったら柱もそのまま本当は通り過ぎとってんけどって、こうバサッと いやもう柱も見てしまったし、君も5分以上止めたって言ってるし、でもう一人の女性の人は、そこに駐車場すぐそこにありますよって言われて、もうこっちも エアコンの修理と洗濯機の修理とメインは、あともう一つ何かの修理がメインだったんですよ。その研修の時にね、正直エアコンって夏場とか冬場、自分たち動かした時に壊れてる壊れてないか分かるじゃないですか、使用者の人たちがね。だから夏場とか冬場とかに基本的に修理の注文が多いで、まあ洗濯機はね、壊れる時で早く直し上げなかったら、お客様としては洗濯ができないっていうことになるか、早く行ってあげなきゃならない、これがあるでしょ。で、現場遠ければ遠い これ割り合わないです 最低賃金法の 品川町 伊丹の方にシャープエンジニアリングっていう、名刺もらったかな。一応僕もね、頑張って名刺は作ったけども、特にね、もらうお客さんもいないから、本当はもうこんだけ時間経過して、今更名刺なんかちょっと一体何に使うの話になるから、ああ捨てたかもしれない まあまあ、
その当時の所長はね、野崎さんっていう方で、課長の川口課長っていう方は覚えてますね。他にも課長とかの立場の方何かデスク、所長の野崎さんが一番奥で、その次に4名ほどのデスクがあって、まあ全課長だったような気がするんですけども、正直部長の人はいらっしゃって、もうだいぶ前だからもうしょうがないでしょ。組織図表とかもらってなかったら、もうこんなにいろんなところで働きに行って分からなくなるから、まあ野崎さんもまあその時にもよると思うけども、まあ、また働きたくなったらとりあえず電話かけるぐらいはええでって僕の名前言ってくれたらいいからっては言ってくれてたんですけども、まあ、通勤距離結構遠いですからね、ここから痛みってまあそのような先に自分の裁判ですから、あと河川水門から平式生発電とか、そちらは本当に全力尽くして頑張らなかったら、だしこれは経済界とか動いてくれなかったら無理だから、経団連とかのレベルで、はぁ、ごめんなさいね、たまにため息ばっかりついて人間らしくていいでしょ僕のこの受け答えみんな覚えてさっきのそういう言い方で結構本当は通用するから、阪神淡路大震災があった、東日本大震災があった、熊本の大地震、間でニュあの新潟の中越地震と、北海道の大地震、地方交付税法、消費税も上がってきてる、経済原理もある程度でもみんな障害で、腹くくってるでしょって、分かる分かる、まあ、大体これ本当はそこで地方交付税法って何ですかって言うと、なかなかたまに出てくるから国がお金無限に出してくるわけない公務員の数減ってるから給料高いから人口まで減ってるのに公務員の数増えるわけないでしょまあね、そのそのシャープエンジニアリングにね、スキンヘッドの人も、スキンヘッドって人しか言えない、名前覚えてないか裁判所の大阪の地裁の民事部の方ですね。で神戸地裁に大阪ヒルトンで働いていた時の王朝というレストランで、まばりさんっていう女性の方がちょっと前に現れました。もう昔から、あとはねサンパレス六甲2002年の頃勤務していた時の女性の梶さんっていう人は、多分大阪高等裁判所の方の従業員だと思うんですよ。あそこの従業員食堂でご飯食べた時に、久しぶりって言ってくれた方が嬉しいわって言ってきて、ちょっと一緒に働いてきた人、僕ものすごく皇室の方とか向こうから会いに来てるから、いろんなとこその当時から大臣、その後いろんな人、総理、淡井圭介と会った人ばっかりが総理になったそういう人だ覚えなきゃな多すぎるけど、急には思い出され、あとあそこ従業員食の大阪高等裁判所地下だったと思うんですけど、行列できて大きいよ、本当は歯ブラシ持って行って、強い時の僕だったら歯磨き粉と歯ブラシ持って行って裁判所食事するでしょ、歯磨いて、まあね、それぐらいのことをしてたと思いますよ。神戸地裁もね、昔は食堂があったんですよ、僕は子供の頃ぐらい。その後確か食堂だったと思うんですよ、それかね、まあ文房具屋さんみたいな、
まあ、何かありましたよ、売店みたいなところ。さすがにそこに来る人が引きを忘れる人はさすがにいないとは思いますけどね食堂だったと思いますよ、自然に考えると。もう子供の頃だからわからない、本当に子供の頃にね親族の人時計使ってもらってますから。こちらが被害者あ、まあシャープエンジニアリングでね、やっぱりそれも結局長時間労働、1ヶ月の長時間労働になりましたね。300時間くらいだったかな。お客さんで本当に洗濯機の修理で夜の22時でもいいから来てくれって言われて、まあ会社の方からは誰に言われたかはもう覚えてないですよ。それこそまあまあ一個のことだから大丈夫だと思うけど、ドアの音とか気をつけてなって、まあさすがに洗濯機修理してる時大きな音は出さないと思うけども、で普通に分解するから、そんな手荒に扱ったりしないからそろっと置くからみんな当たり前だからそれぐらい会社の方に電話かけられるから、そんな手荒に扱ったらってまあまあお客様の家に修理しに行ったりとかで、一応ね、40何万1ヶ月では稼いではいるんですけども、そこから交通費行くでしょ残業手当とかもしねボーナスとかあって、まあ一月だから12分の1でボーナスを割ってね、その年間、まあ、平均で、まあ、公務員の人基準だと4ヶ月分だったとするじゃないですか。2ヶ月分2ヶ月分を、夏と冬みたいな形でねボーナスを支払って、で、その合計の4ヶ月分を1ヶ月分に計算し直すんですよ。これが正しい計算式ですよ。わからない人、公務員の人でもどうせいるでしょ。これが現実だから。で、もし長年働いていたら有給の話とか全部混ぜ込んだら、これ高卒基本給ぐらいにしかやっぱりならへんわっていうこれが歩合とか出来高の仕組みの長時間労働で稼いだ気にさせられるっていう話なんですよ。もう結論とかは野崎所長とかも川口さんとかも知ってるから、どうするって一応俺らはそういう方向だけど、もうあと1ヶ月ぐらいだけの話だけども、また週は戻るんやろって、はい、一応戻りますってもう会社に言ってるしってそういう話まあその後ね、つつじが丘南と北を合併させたんですよ店長とか本当に分からなくなってるからどういう風にしたらいいのか会社の方からいろいろ言われるから今までいろんなこと言われてるから、いろんな人に先輩とか商業原理で考えたら早いあとは出勤日数4日って言ったのに、もう別の店舗へ移動した僕と元々の同僚のね店長がもう裁判所にも名前挙げてるから、その時の状況余計なことをボソッと言うんですよ。新人が回って事故したらどうするのってそれで別の店舗の店長行ったんですよ。卑怯でしょ週6日の出勤に自分から率先してさせられる方法、他の人が交通事故を起こしたらどうするのってねえ、もともと店長とか存在するんだから、ちゃんと週4日で勤務みんなそういう風にしといたらいいんですよ。で現場8時まで、選挙カーだって8時までで帰るんですから、超えたら訴えてくる人は本当に訴えてきますよ、供託金。そのために国に供託金渡してんねやって言うけど、供託金を預かる話は会社ですよ、一般的な会社で供託金を預かる話はもうなくなってるから違法行為だから、もう選挙するときも責任問題っていうことを世間に公にして、もう供託金預からなかったらいいんじゃないですか。であんまり遅くまでギャーギャー言ってた人を訴えられたら
もう自分でお金払いって潔くで、これでもみんななかなか立候補しなくなるから、もともとの責任者の人たちの選挙出たらどうの裁判日本国憲法の職業選択の自由で押し返して違う、もうやっぱり自分から良い国作るって思ってる人じゃないと無理ですよっていう話になるんですよ。本当にそう、本当にそうだから、あんまり高年齢の人、あ、ごめんなさい、麻生太郎さんの話忘れてた。麻生太郎さんはみんなの前で記者会見の時にこう言ってくれてるんですよ。僕の名前は実名は出さなかったです、出さなかったんですが、明らかに僕のことを言ってるんですよ。あいつがもしここに来た時に誰もあいつのことを説明してあげれる人間がいなかったらきっとあいつは困るから僕はここに残りますって。もう泣けてくるでしょ。もう僕も今もう泣きそうですよ。もうけどそういうことを言ったらもうだいぶ前だから、もう死ぬまで働きみたいなコースに変わってきてるから、もう下ろしてあげなきゃダメ。もう80歳ぐらい麻生太郎さん無理だから。二階さんももういい加減、もう金に飢えてないで、淡井圭介みたいに弁護士さんなしで裁判買ってきて、もういらない法律、淡井圭介はっきりと述べてる内容、自分でしっかり投票するとき賛成で投票するわっていう根性ある人間だけがもう次国会議員に立候補し、もう地方議員とかも同じだからね、言ってること僕分かって言ってるから、国会議員の人たちの数、地方からの議員の人たちが言ってるんでしょ、市長知事も議員みんなで東京で集まって僕のこと聞いといて何をしてんですか、早く援護しないとって、髪の毛染めてもう3割減の、もう僕高等裁判所に処理出してますよ、分かってます消費税上げる、これで止めたのは東証一部二部上場同じやいって、もうその辺大体国の税金絶対使っとるわいってテレビ局も同じ、出演者僕は何回も言いました。あとはテレビでね、身勝手に画像でね、髪の毛の色を染められたことにされた人は、いや私本当は髪の毛染めていません、僕も染めていませんっていう人は自分たちで科学関係のとこ訴え、勝てるから、それで僕なんなら僕のとこ電話かけてくれたらいいから、言っておくから高等裁判所で、それ伝えてなかったらその裁判官の名前とか公表するからまた総務大臣の首が解雇みたいな、わざとしてませんって、仕事を言いたくてって稼いだしみたいな、その話になったら変のみたいな形になってくるでしょ。ああ、道理で河野太郎さんの変のの3ヶ月変のの話が何回も、はあ、これが我々の労働力ですね、生活保護で休みのはずなの何を休みの日まで頑張ってるのかなって自分でも思うんですけども、以上です。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。